熱い熱い。さあ、さっきの続きをし話しますと、明日やるので、ね、ニコニコ、ニコ生、羽山くんか。だからと思った。ね、やりますんで、よろしくお願いしますと。ここで、中継者2もやる。頑張ってください。あ、そうですね。え、どういう意味だったの？土曜日に中継者2をやるそうですということで、よろしくお願いいたします。何時から？じゃあね、まさに僕この無差別が久しぶりなんでね、非常にこうあれなんですけど、羽山くんがなんかいつの間にか BP が6万5000という素晴らしいポイントに上がってましたね。さあ、私も早くあのアクロス君とカブさんから BP を取りたいんですけど、なかなかね、あれなんですよね。さあ、逃げ中盤の耐久はジャンプ強パンチ。さあ、このジャンプ強パンがリターンが高い上に判定が強いというかなりの優れ技。ジャクジャク大。さあ、これが読まれていた。しかし今度はミス。いいサドル。ハザンがすかしたが、さあ垂直ジャンプ大キック。ダッシュ戦ですが、さあびっくりした。さあ、ダブルアレが戦術に勝つというのはこうスパツ X からの伝統なんですが、びっくりしましたね。勝ったのは、ドラクエ勢。はい、ではメプさんとケンマシさん、メプさん 1P 側ですね。はい、ケンマシさん、ケンマシさん、はい、 2P 側で。さあ、メプさんは、ゴッツガーデンのレディース大会でベスト4でしたっけね。確かそんなような